ADV160 の外装を外す。まだね、ちょっと残ってますんで、はい、もう、まあ、全部ね、もうさっぱりと、ね、すっぱだかにして、見てみたいと思うんですが、これを外すのかな、これね、はい、多分マニュアルがあるわけじゃないけど、でね、なんとなくやっぱここ狭いですよね。150の時の方が広かったんじゃないですかね。デザインが変わってちょっともしかすると150の方がいいとこっていうと何がありますかね。まあ、とにかく、まあ、メーターがねちょっとこうすっきりしたメーターになって今風のね、でさらにタコメーターがついてるとか、まあ、そういうのですかね。これもねここに見えるんですけど、バチバチって止まってるんで、ここなんですよね。ああ外れないね。これ外さなくてもいいのかな。もしかするとみんなこうバチ、あでも下まであるからね。あここもクリップで止まってるんですよ。だからこれ。止まってるね。危ないですね。あとここもクリップだな。いやー硬い。裏から手が入る。あここクリップで止まってますね。これはここからここ上になるのか。外れない。もしかして上からなんか止まってる？まあ、止まってないですね。とりあえずこれね外します、ね。このビスは多分ここだもんね。ここは関係ないね。もう手がね痛い。やっぱりねこれは。でこれ外さないと多分なんかまた内側にボルトが止まってんじゃないかっていうね。そんな。あとぜひここか、この辺もここか、そしてここはどう止まってんだ。見えない。なんかどういう止まってんだろうな。見えない。後ろに引くのか、これ外さなくても外れるのかな、わかんないね。ちょっと外していきましょう。ちょっと先にこっちか、可能性ありますよね。こっちが先っていうね。これもみんなバチバチバチで止まってんだ。でこれは上だから、だから違うね。後かな。雰囲気的にやべ、外れたけど変なふうに外して、こっちがやっぱ先っぽいですね、これよりもね。まあ、いいよ、とりあえずここ外してみるか、ね、ステップボードを外れてくれればねいいんですけど、今日オークション運会場行ったんだから ADV 見てくれ、あの150見てくれ、150じゃない、いっぱい出てる、今もういっぱい出てる、うん、やっぱりこれからほら出るからでしょ、そう新型がね。じゃあ安いのかというと違う安くない、新車よりも高い、わけわかんないですよ、わけわかんないですよ。これ全体的に外れるのか、これか、これと一緒に外れてくれるのかな。それだったらいいな。よつば付きのね、つば付きので、あこれはでもアンダー全部つながってんじゃん。
これ外して上に抜く感じだね。こう入ってますね。あ、やっぱこれ外さないとダメだ。この裏にこれとこれを止めているビスが見える。見える。クリップだからね。これをここ2つ外して、あとはクリップで4箇所。こう4箇所、ね。さあ、そしたらですね、上を外すのにこの、これ外して、これ外して、これ外すのかな。でこれ外せば、これが外れるんじゃないか。これ下がったらダメでしょ。で、これが外れた、ね。で、これがステップボードが外れましたね。さあ、これガソリンタンク、8リッターのガソリンタンクが7ミリ入って、まだ余裕ありますね。10リッターぐらい上でいくね。ああ作ろうと思えばできる。前は結構ギリギリまだ。前にね、ほら、N マークとは余裕あるから、あれだったらクラッシャブルゾーンがどうのこうのって言われたことがあるんですけど、多分オートバイの場合ってどうなんですかね、クラッシャブルゾーンってね。そういう、多分作ってないような気がするんですけどね。雰囲気的にね、その、なんていうのかな。バイクと車はやっぱりちょっと違うっていうね。そんな気がするんですけどね。まあ、それはね、私もほら設計者じゃないから、ね、設計者の方がそう言うっていうことだったらあれですけど、設計者のこと言わないか。あ、ここも見えるんだ、メンズ。本田さん、どうしてここはビスにしちゃったんだろう。見えるところをね、ビス使わないのが、この、まあ、PCX と、まあ、PCX はそうですね、とこの ADV のね、やっぱり特徴だと思うんですよ。見えるところにビスを使わないっていうね。でそれがこだわり、見えるところにビスを使わないこだわりですよ。これ全部外れたかな。ここはこうかね。でこれが外れましたね、はい。何で止まってました。これはクリップ、クリップ、ビス、ビスですよね。で、止まる。あと上、ね、ステップフロアボードね。フロアボード外してこれ外すのかな。さあ、そしてここに、例のことね、はい。冷却する、ね。フレームはこんな感じ。アンダーがあって、そしてここに、ね。で、さらにここにも入ってる。ね、で前は、一本太いのがボーンと来て、で、分かれて、こういうふうになりますね。で、一本走ってる。まっすぐが来て、分かれて、そして一本下に入ってて止まってます。でそこのところがやっぱりさらにこっちも来てるね。さらに斜めに上にも通ってるって、ね、でこっちもそうですね。かなり強度の高そうなフレームですね。これだったらよほどのことがない限りは、ブレーキングとかね、ちょっとこうたわむとかいうあれはないじゃん。あとはフロントフォークが下だけじゃなくてステップのところまで来てたらすごいですよ。エンジンは4バルブ、新しいエンジン。見たことないんで分かんないですけど、どうなんですか、これ違って変わってますかね。とりあえずこっち側を外せましたから、反対側を、今外した中で一番やっぱりめんどくさいのはこれですか。クリップ4つ。このカバーね。ビス2つ外して、まずこれ外すっていうね、はい。で、上をずらして見えるようにすれば、これが見えるんで、そしたら、まあ、手も入るから、こういうので後ろからガンと押せば、手前からこう引こうとするとちょっと怖いですよね。もしくは初めにもここにシリコンスプレーみたいなかけ、やっぱりうまいことかけてちょっと滑るかなみたいな状態にしてやった方がいいですよね、はい。うん、ということで、カバーを外してみました。あとはこれ外すんだね。これがもう外します。もうね、分かってますよね。まあ、対象になってます、基本的にはね。だから、まあ、ここはおそらくプラグを交換するためのね、まずは1本、2本ですね。この2本を外します。そしたらクリップ4つで止まっているので、外していきましょう。もしできるなら後ろから手入れてバチッと引っ張ってね。これあれだ、このシリコンスプレー塗ったらスポスポって抜けます。そして、ここか、あともう一個ある。あ、違う。これは、あ、これだね。
外れました。そしてなんで手こずるの。ちょっと待って、確認しないと危ない。刺さってるね。だからこう刺さってるから後ろに抜くのかな、ここまでやったら。なんで抜けないこれ。ここに何か引っ張ってるよね。すげえ引っ張ってる。ここは何だろう、危ないな。うん、危ない、やめましょう。他のところ外しますか。危ねえな、ちょっと危ないから。不安がよく分かってないんだ。多分これ外すんだとは思うんですけども、多分プラグホールね、やるやつね。でここ外すんだ。これちょっとずらして、どんな塩梅かね。硬いね。あ、外れた。これは多分ただ普通にこう爪で入ってるだけなんでね。やっぱこの辺外すと雰囲気的に外しやすくなるのかな、はい。じゃあね、こちらも4本と、あとここが刺してあって、でこっちはこうですかね、こんな感じですね、はい。入れる時がまたね、どうやってるのか。でこれ外したでしょ。あと前にビスが1本あるんですよね。これはね、珍しい、外にある。多分ここだけじゃないかな、外にビスがあるところって。違うかな、ね、ほとんどないですよね。これがね、ホンダの凄さ。あとクリップが、黒い、これだな。これで外れるはずなんだけどね。このクリップが外れない。マイナスは。ここにクリップ1個あるんですけど、一番最初に反対側を外しちゃったんだ。ここもそうかなって外したんだ。で、これで外れるはずなんですけど、うわ、突き抜けた。いやー、簡単に外れないね。あ、もう一個あんのか。なあ、クリップ何個あんのこれ。すいません、でも2つでしょね。クリップ 1,2,3 個か、ここと、あとビスと、ね、さっきやったばっかなのに全然ダメですね。薄いなあ。もう一個ないじゃん、先端が。どこ行った。あ、なんで先端ないんだろう。どこ行っちゃったんだ。あ、ほら、このクリップはでもいいですね。いい。しかもね、少し親切なのはマイナスが少し切ってある。だからこうプラスで先端でボンと押すんじゃなくて、マイナスドライバーでピッと押せます。よし、そしたらあとこれ外して、ね、裸にしない。こっち側は違うんだ、作りが。向こうと、向こうはこの辺にプラスのビスで止まってましたよね。フレームかな、どこにフレームだったの。落ち着いてないですか。Tレンジちょっと使いづらい、無理やり Tレンジ。そしてビス2つ。ここはそうそう外すことはないからいいんですけど、多分外れる。あとここか。あとこれね、アンダーカールとかもある。ということは、まずここはこれでしょ。で、ここがこれ。そして、タッピングスクリュー2つね、止まって、それで、あと、これ3つですね、1、2、3。で、クリップがここか。ここと、とりあえずここだけかな。これで外れるんじゃない。外れない。ここで外れますね。外れました。はい、さあ、だいたいもう終わりが近づいてきました。で、これ外して、ここで最後外す。それでこれが、これを止めてるのが、
まずここのクリップ一つと、あと前ですね、前からこの黒いビス、ね、外側から留めてますね。で、一箇所これがこうなってるから、ここか。あれ？こっち側は止まってない。で、これがこうなるのか。あ、こっちはあれですね、止まってないんだ。で、あと上が3つ。タッピングスクリュー3つですね。タッピングスクリュー3つと、このビスとクリップと。これで止まっているということと。あと下が、2箇所ね、こう2箇所ありますね、はい、そんなところで止まっているということでいいのかな。とにかくこの1個はどこだろうな、分かんないな。で、これ自体はこの化粧ボルトみたいなね、これ2つで止まって、あとはクリップで止めてあるということですね、はい、ということで、うん、大体、はい、そう、これを言うと、これが分かってれば次止めるときにね、あ、これとこれとこれってできますから。ここのカバーはここ下クリップ1個だけで止まってます、はい、あと引っ掛けてるだけね。このクリップを外せばこれはこううまいことね、スッと抜けるということです。あとこう一番下ですね、こう一番下、ここ両脇、このボルト2つで両側から止まっていると。今こっちが外しましたね。で、冷却水のホースがちょっと止めてあるんで、それは外すと。2本外したんでこれ落ちるんですけど、こうホース2本ね、止まってますので、これを外してあげる、ね、で、これを外すということで、はい、アンダーカバー、ね、外れました。こんな感じだったんですね。で、クリップ1、2、3、4、5、5個ね、止まるようになってます。これは前のカバー、両脇はこの銀色に塗ってあるこれですね、これ、これがここにこうはまるという仕組みですね。ということで、とりあえず、ダイソーはだいたいこれで外れましたね、はい、裸になりましたね、はい、私にもできました、マニュアルなしで、はい。